糖質制限グリーンカレーを作ります。生姜1かけ、ニンニク1かけ、20回ほどブンブン引っ張ります。フライパンにサラダ油をひき、ブンブンした具材を炒めます。鶏もも肉 300g を加え、さらに炒めます。しめじ 40g、 赤パプリカ 20g、 ナス1本、グリーンカレーペースト 50g、 ココナッツミルク 350g、 水 200cc、 蓋をして15分ほど煮ます。アクが出たら取り除きます。鶏ガラスープの素小さじ1、ナンプラー大さじ1、ラカントエス大さじ1、軽く煮込んで完成です。